皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃることを願っています。オランダリーグ、フェーエノールトナック、第6節、22日。フェーエノールトの日本代表フォワードウェダーやせ26、がリーグ戦で今季初ゴールを決めた。4試合連続ベンチスタートだったが、 後半29分に FW サンティアゴヒメネスの負傷で出場機会が巡ってくる。チャンスは逃さない。後半34分け、左からのクロスを豪快なヘッドでゴール右隅に叩き込んだ。この先制点で勢いに乗り、試合も2対0で解消した。上田は10日のワールドカップ、W 杯、アジア最終予選のアウェー バーレーン戦で PK を含む2得点1アシストを記録。2次予選からカタール FWR もエズあり、韓国フォワードソン公民と並んで最多タ8得点と、好調を持続している。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想は、コメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。